こんにちは、マオです、中学2年生でニュージーランドに半年間留学してました。最初に来た時は本当に英語が喋れなくて、ジャパンのスペルもわからないぐらい で本当に喋れなかったんですけど、意外と友達とかみんな先生がフレンドリーに話してくれて、いろんなことを学ぶことができました。いろんな国から留学生が来るから、友達になったらいろんな国の文化も知れるし、言語も知れるし、お互いの趣味とかについて話すのがとても楽しかったです。英語ももちろんだけど、理解できるまでしっかり一人一人の先生が教えてくれるので、とっても楽しく、アクティビティも多くて自分の好きなことができてとっても楽しかったです。ホームステイも、私のホームステイは本当に大当たりで、いろんな会話を楽しむことができて、私がこういうのが好きって言ったら、次の日にはそのこういうのが好きって言ってたものを作ってくれたり、学校のことについて話したり、相談もたまにしたりして、とても初めての留学だったけど、とってもいい思い出になりました。ニュージーランドは意外といろんな国から来てる人が多くて、自分が外国人、ニュージーランドの人からしたら自分は外国人だけど、すごい馴染めて、なんか不安が、そんなにニュージーランドに住んでて不安を感じたことはそんなになかった。で、いろんな留学生がこう毎週来るので、どんどん話しかけれるようになって、フレンドリーにもなれたし、コミュニケーション能力も絶対上がったなって自分で思います。私はこれから日本に帰るけど、もしまた機会があればニュージーランドに戻って、この学校でもう一回勉強したいなって思ってます。